今日は、ジムの中でちょっと楽しむために、少しでも お金をかけずに快適に楽しめる方法をいろいろと紹介したいと思います。まず一つですが、このラゲッジスペースでいろいろと、まあ、コーヒーを飲んだり、ラーメンを食べたりするんですが、どうしてもやっぱり狭いので、まあ、少しでも広くなれば ある程度、快適に過ごせるんじゃないかと、まあ、今までやってる中で、少し問題はこの部分ですね。この部分運転席との間が空いているので、ここに、かさ上げをできれば少しでもテーブルとか物入れを置くことができるんで、いいんじゃないかなと思ってこの方法を考えました。まずですね、この使うのはこういう発泡スチロールのブロックですね。ブロックが、まあ、よくホームセンターで売ってますけども、これを、まあ寸法をちょっと切りまして、柱っていうんですか、かさ上げに使います。それともう一枚、もう一つがこういうボード、これも100均で売っていますけども、このボードで、台にします。で、これも黒く色をペイントしました。まあ、簡単でこの発泡スチロールをこのの間に置くようにします。それから、まあ、このように、まあ、上にボードを置くんですけども、このように、樹脂のマットがラゲージスペースに引いてますんで、その下にボードをかまして、この台の方、ボードの方を入れるようにしました。まあ、これで、少し広くラゲージスペースが使えるようになります。はい、今まではここまでしか、乗れなかったんですが、この奥まで、乗せれるようになります。はい、これで、一つ分のコンテナとか、カゴが中に入れるようになりましたので、スペースが意外と有効に活用できるようになりました。はい、ではまた簡単な工夫で快適に過ごせるようなものを紹介します。まあ、これいう100均で、ワイドのゴムバンドっていうのが売っています。で、これで、少し工夫して、今やっております。一つはこのサイドバーに、まあ、左右入れて4箇所このゴムバンドで留めています。はい、こういうふうに、サイドバーにネットを貼るんですけども、この輪ゴムがなければ、輪ゴムがないとだんだんとこう滑っていって、こういうふうに荷物がたるんでしまいます。それで荷物を積んでもこのバーが滑らないようにここでストップすることができます。これで荷物を積んでも少々積んでも滑らないんで垂れることは少なくなります。
はい、それからもう一つ、この鉱石のヘッドレストを収納してる、この D リングに通して収納してるんですけども、まあ、前の時は荷掛け荷物のフックなんかで固定してましたけども、というのも、走行中にどうしてもこれがぐらついて、ガタガタと音がするということがあったので固定してましたけども、このゴムバンドで留めれば滑りはなくなって、固定できますし、簡単にやることができます。これなら、まあ、少々運転で入れても、ガタガタと音がすることはありません。はい、それからこういうあのプラスチックの踏み台を積んでいます。まあ、これはあのルーフの方に物を持ち上げたり洗車の時とかいうに使うようにしていますが、まあ、普段はあまり使わないんで、後ろの座席に置いてたんですけども、またこれもいろいろと動いたりとか音がするんで、この横に固定することにしました。ここにも D リングをつけてますので、これに荷物を縛るベルトで固定しています。まあ、これでまたこれも音がしなくなりますし、邪魔にもならなくなります。はい、それから苦労しているのが、このルーフラックがあるので、このルーフの洗車をした時にの、洗車をする時非常に狭くて、困ります。まあ、いつもはこういったスポンジでやっていたんですけども、全く入りませんし、まあ脚立に登って上からやるぐらいやったんですが、まあ、100均でこういう薄い、まあ掃除のこういうスポンジがついたものがあったので、まあ、あの表はちょっと硬いスポンジでしたので削って、まあ、これにすればちょっと無理をすれば中に入って、洗車することができます。まあ、もちろんまだこういうところ細かいところはしょうがないんで、手で、雑巾かなんかで洗うということになります。まあ、今言ったように、洗車のルーフの洗車をすると、まあ、洗車をするときも大変なんですが、ルーフ自体に溝があるので、吹き上げするのに相当やっぱり水が残って、苦労します。まあ、以前ならそういうワイパーのブレードみたいな水切りのやつがあったんで、使えたんですけども、このルーフラックがあるし、もちろん溝もあるので、できませんので、吹き上げのクロスで、拭くことになります。で、私も 2、3 枚持ってるんですが、すぐに、もう水がいっぱいになってしまって何回も絞らないかということで、まあ、100均でこういう吹き上げクロスがあるので、要はたくさん吹き上げクロスを使って、絞れば、まあ、比較的簡単にできます。で、同じく100均でこのタイヤワックスを売っていました。まあ、これはタイヤに吹きかけるだけです。まあ、これも便利なので買ってみました。まあ、効果はどうかあれなんですけども、多少やはり綺麗になるんじゃないかなと思います。はい、最後に、もう一点、車内でこういうふうにカップラーメンを食べたりコーヒーを飲んだり、するんですけども、こうラーメンを食べるとどうしても、最後に、スープが残ってしまいます。で、こういう、まあ、駐車場でやるときはスープが残ったものを処分を捨てるということはできないんで、このペットボトルに入れて持って帰るようにします。
で、まあ、この2入れるのがまたあの、こぼれる場合があるんで、100均でこういう風な、上下が、これが3つセットで100円だったんですが、この上下を使って、ここに余ったスープを戻して、持ち帰るようにしています。まあ、できるだけ、公共の場は汚さないようにするのが、当たり前なことですが、やっていきたいと思っています。